金銭クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は新年初めての動画ということで、2022年新年におすすめしたいコンサートの情報をご紹介します。私は今月に2回ほどクラシックコンサートに通っているコンサート好きです。今日はそんな私がリアルに行きたいと思ったコンサートをご紹介するので、もちろん忖度は一切ありませんが、一方で私の好みが爆発しています。完全な主観で好き勝手コメントします。そして東京在住なので、どうしても東京のステージが多くなってしまいます。あらかじめご了承ください。さて、2022年の1月から3月までに日本国内で行われるクラシックコンサートのうち5つのコンサートを個人的に厳選しました。そして今回それぞれのコンサートを特にどんな方におすすめしたいのか考えてみました。皆さんのコンサート選びの参考になれば嬉しいです。一つ目はもう万人におすすめしたいコンサートとしてこちらをご紹介します。 NHK 交響楽団の新春プログラムです。魅力のまず一つ目は指揮者高関健さんです。この方本当にいい指揮者教育者で、活動も多岐にわたっていて、私たち聴衆はもちろんなんですが、同業の音楽家からの支持が絶大っていうのがまた魅力的ですよね。そんな高関さんが日本屈指のオーケストラ NHK 交響楽団を振るんですね。で、このバイオリンの白井圭さんは NHK 交響楽団のゲストコンサートマスターなんですが、この方もまあものすごい方なんです。もともとウィーフィルにもいらっしゃいましたし、海外の有名なオーケストラのゲストコンサートマスターも務めた本当にすごい方です。白井さんのバイオリンと NHK 交響楽団のオーケストラの演奏で聴くメンデルスゾーンの名作バイオリン協奏曲ホタンチョ、もうこれは間違いないでしょう。リムスキー・コルサコフのスペイン協奏曲も、ムソルグスキーの展覧会の絵も含めて3曲ともとってもキャッチーでメジャーな曲なので、今までクラシックのコンサートにあまり行ったことがないという方もこのプログラムは本当におすすめです。もちろんクラシック通も楽しめますので、クラシックコンサート通が初心者を一緒に連れていくっていうのもいいですよね。まあもうこのプログラムは間違いないです。続いてクラシック、まあ気にはなるけど、いわゆるクラシックっていう曲はまだちょっと抵抗あるんだよねという方に向けて、クラシックコンサートの入り口としておすすめしたいのが、これまた N 響の公演です。プログラムはこちら、ブロードウェイを感じられるアメリカンなミュージカルプログラムです。東京、姫路、岩国の3公演同じプログラムで上演されます。まあまずとにかく曲目が親しみやすいですよね。クラシック知らないっていう方も聞いたことのある曲が多いですし、本当に楽しいプログラムです。そして何よりいいのが指揮者とピアニストです。このプログラムを指揮するのは原田圭太郎さんです。原田さん高校生の時にアメリカに渡ってるんですけれども、彼が音楽を志すきっかけになったのが小学生の時に見たミュージカルウエストサイドストーリーなんですね。今回しっかりその曲目も入っています。で、この原田さんってもともとサックス奏者で、最初はブロードウェイのピッチミュージシャンを目指していたそうなんです。アメリカの文化に若いうちから触れられて、ミュージカルを愛してこられた指揮者の方がこういうプログラムをやるっていうのが本当にたまらないですよね。そしてピアニストもすごいんです。もうこの小曽根誠さんっていう方、私の大好きなピアニストの一人なんですけれども、もう天才です。小曽根さんもアメリカ歴が長くて、クラシックももちろんですし、彼のジャズは最高です。紫綬褒章をはじめとした受賞歴もここでは挙げられないぐらいたくさんあります。そしてオーケストラが NHK 交響楽団っていう、こういうの本当に良くないですか。ザ・クラシックじゃないプログラムをザ・クラシックの中でも一流の人たちがこうやるっていうのが本当に痺れます。続いては逆にクラシック通におすすめしたいのがこちらのプログラムです。東京フィルハーモニー交響楽団のプログラムです。東フィルは今日本にある楽団の中で一番歴史の古いオーケストラなんですね。楽団員数も日本最大で、年間公演数も日本最大です。そして指揮するのが井上道義さん。もう井上さんは私存命の日本人で1、2を争うくらい大好きな指揮者なんですけど、なんとですね2024年末で引退するって宣言されたんですよ。結構ショックで、正直まだ受け入れられていません。まあ、音楽の美学が強い方でいらっしゃるので仕方ないのかなっていう気もするんですけれども、まあ、だからこそ聴きに行けるステージは今のうちに聴いておかなきゃっていう気持ちがすごく強くなっています。で、この井上道義さんの代名詞といえばショスタコーヴィチです。
おそらくショスタコーヴィチを振らせたら今の日本で井上道雄の右に出る者はいないと言っても過言じゃないと思ってます。このショスタコーヴィチという作曲家はモーツァルトとも並ぶと言われるほど天才作曲家です。そんな彼が19歳で完成させたのが今回のプログラムにある交響曲第1番です。井上さんの指揮で絶対聞きたいです。で、このプログラムのもう一つすごいところがヤニス・クセナキスを取り上げるんですよ。クセナキスって現代音楽の作曲家なんですけど、とんでもなく構造的、理論的で、かつユニークで前衛的なんです。現代アートみたいな音楽ですね。現代音楽を作る作曲家の中でもトップクラスに異色作品が多いんです。それだけ世界中から作曲を待ち望まれた唯一無二の作曲家です。ただ正直私自身はクセナキスの音楽全く理解できないんです。本当に聞いてても意味わからないんですよ。でもそれをなんとか読み解こう、理解しよう、感じようとしてる時に、なんとなく自分のいつもは使っていない脳の部分とか体の部分が刺激されるような感覚になるんですね。それは普通のクラシックのコンサートでは得られない体験です。しかも今回演奏されるのが日本では初演のピアノ協奏曲なんです。そしてそれを演奏するピアニストが鍵盤楽器奏者の大井弘明さんです。大井さんってめちゃくちゃ頭の切れる方で、ピアノも最初独学で学んでらっしゃるんですよ。でもちろん才能があって留学をその後されるんですけど、留学前からもういくつも音楽の賞をもらっていて、でそんな彼の得意演目の一つがこのクセナキスの音楽なんですね。もう絶対間違いないじゃないですか。しかも2022年ってクセナキスの生誕100周年というメモリアルイヤーなんですよ。もう絶対聞きに行くやん。そしてまたこの最初に演奏されるエルガーの南国にてもいいんですよね。この曲はアラシオっていう副題がついている曲なんですが、アラシオはイタリアの海の近くの町の名前なんですけど、イギリスの作曲家のエルガーはこのアラシオの町に滞在した期間があって、その時にすごくたくさんのインスピレーションを受けたそうなんですね。ビオラのソロが素敵な曲で、ラストの雄大な自然を思わせるような盛り上がりも本当に最高の曲です。このプログラムは東京で会場を変えて3回上演されます。続いてはこれまでコンサートって器楽曲ばっかりだったけど、ちょっと今年はオペラとか声楽曲も気になるなという方におすすめしたいプログラムがこちらです。日本フィルハーモニー交響楽団のオペラ尽くしのコンサート形式のプログラムです。指揮をするのは景観名誉指揮者の小林健一郎さんです。小馬健さんっていうと炎のマエストロっていう異名がついているほど、もう生きる伝説のような方なんですけど、この演奏会小馬健ワールドって名前がついてるんですね。なんと小林さんのトークも楽しめるんです。コンサートの中で指揮者がトークするっていうスタイルって、プログラムの曲についてよくわからないっていう方にも楽しめるので本当におすすめです。そしてですね、この歌い手が笛田博明さんなんですけど、もう彼は私が今一番注目しているテノール歌手です。もうお声がですね、まろやかで豊かで、すごい太いんですけど柔らかくって、なんとなくその質量を感じる、もう本当に最高のお声です。私笛田さんの歌を初めて聞いたのが YouTube の動画だったんですけど、最初に聞いた時本当に静かに涙を流しました。その時の曲がプッチーニのオペラトゥーランドットより誰も寝てはならぬです。もう今回のプログラムにもバッチリ入ってるんですよ。でその他のプログラムも名作オペラの美味しいところばっかり入っていて、もうなんかメインしか出てこないフルコースなのかなって思うようなプログラムです。そして演奏する日本フィルっていう楽団は小馬健さんをはじめとした超一流の指揮者たちと共演を重ねている本当に素晴らしいオーケストラです。はい、行きたいですね。そして最後に新年ならではなコンサートを味わいたいという方におすすめしたいのがこちら、日本フィルと井上道義さんのニューイヤーです。これは東京ではなくて神奈川県民ホールで行われます。モーツァルトの超人気交響曲ジュピターを聴ける上に、クラシック界でお正月といえばワルツですけど、井上道義さんが選ぶワルツの詰め合わせが聴けるっていう、もう贅沢なプログラムです。しかもここちょっと注目してください。日本を代表する作曲家の池部慎一郎さんが作った井上道義異色作品です。盛りだくさんのプログラムで公演日も近いので、もしかしたらもうチケット残ってないかもしれないんですけど、特にですね神奈川県近郊の方はこれチャンスです。
いや、5つに絞るのも本当に難しかったんですけど、このうちね、私は何公演行けるんですかね。本当に全部行きたいです。皆さんは気になる公演はありましたか？皆さんが行きたくなった公演、この他にも1月から3月でおすすめの公演があれば、ぜひコメント欄で教えてください。また今日の動画が良かった、参考になったという方はグッドボタンで教えてください。これからも厳選クラシックチャンネルでは、クラシックを身近にをモットーに、様々な切り口でクラシック音楽の入り口を作る動画を配信していきます。ぜひチャンネル登録をしてクラシック音楽のある生活を一緒に楽しみましょう。それではまた次の動画で、ブラビー。